いや、ずっと166センチあって、高校生ぐらいとか中学生の時はコンプレックスで、もうちょいちっちゃい方が良かったなとかは思ってたけど、うん、今はちょうど良かったかもって感じ。ちっちゃい方がいい理由はなんか背高いと目立つから、ね、そう、なんかスカートの丈とかが膝までって言われてて、膝までにしてるのに背が周りよりあったから出てる面積が大きいから、別に高速違反してるわけじゃない、なんか違反してる扱いされたりとか苦労した。すごくそれはかわいそうな、それで呼び出されてやめた学校。それでやめたの？それでじゃないけど、そういうのもあるし、髪の毛もなんかいろいろ言われてやめた。結構髪が茶色くて、わざと黒くしたりしてるぐらいなんですよ。あとはまあ、馴染めなくて全部合わさってやめた。学校向いてないんだ。うん。